第一章、生命の研究。一、生命の研究。この章の概要。一点一、生物学の科学。一点二、生物学のテーマと概念。はじめに、 宇宙から見ると地球はそこに存在する多様な生命の形態についての手がかりを提供しません。科学者たちは地球上の最初の生命の形態は植物や動物が出現する前に数十億年にわたって海洋に存在していた微生物だと考えています。私たちに馴染みのある哺乳類、鳥、 花は比較的新しいもので1億3,000万年から2億5,000万年前に生じました。私たちが属しているホモ族の最初のものはこの惑星の最後の250万年にしか居住しておらず人間が現在の私たちのような姿を現し始めたのはここ30万年のことにすぎません。 1.1生物学の科学この説が終わるまでにあなたは次のようなことができるようになります自然科学の共通の特徴を特定する科学的方法のステップを要約する機能的推論と演液的推論を比較する 基礎科学と応用科学の目標を記述する。生物学とは何でしょうか簡単に言えば、生物学とは、生きている生物、それらのお互いの相互作用、そしてそれらと環境との相互作用を研究することです。これは非常に広い定義です。なぜなら、 生物学の範囲が広大であるためです。生物学者は顕微鏡的なあるいは顕微鏡でも見えないほど微小な細胞の観察から生態系及び生きている惑星全体に至るまであらゆるものを研究することができます。図1.2日々のニュースをリストアップすればあなたはすぐに 私たちが毎日どれほど多くの生物学の側面を話し合っているかに気づくでしょう例えば最近のニュースではほうれん草での大腸菌図1.3の繁殖やピーナッツバターのサルモネラ菌による汚染が挙げられますその他の主題にはエイズ・アルツハイマー病 及びがんの治療法を見つける努力が含まれますグローバルな規模では多くの研究者が地球を保護し環境問題を解決し気候変動の影響を減らす方法を見つけることに全力を尽くしていますこれらの多様な取り組みはすべて生物学の学問分野のさまざまな面に関連しています 科学のプロセス。生物学は科学ですが、科学とは正確には何でしょうか生物学の研究は、他の科学の学問分野と何を共有しているのでしょうか私たちは、科学、知識を意味するラテン語のスキエンティアから来ています、のことを、 特に科学的方法で取得されテストされた時の一般的な真実や一般法則の働きを扱う知識として定義することができます。この定義からは科学的方法を適用することが科学において大きな役割を果たすことが明らかになります。科学的方法とは実験と慎重な観察を含む いくつかの定義されたステップを伴う研究方法です私たちは科学的方法のステップを後で詳しく検討しますがこの方法の最も重要な側面の一つは再現可能な実験の手段による仮説テストです仮説とはある事象のための提案された説明であって人がテストすることのできるものです 科学的方法を使用することは科学に固有のものですが、科学が何であるかを判断するには不十分です。なぜなら、物理学や科学などの学問分野に科学的方法を適用することは比較的容易である一方で、考古学、心理学、地質学のような学問分野については、再現実験がより難しいために、 科学的方法が適用しにくくなるためです。しかしながら、これらの学問分野もまた依然として科学です。考古学を考えてみましょう。人は再現可能な実験を行うことができないかもしれませんが、それでもまだ仮説は支持されるかもしれません。例えば、考古学者は、 陶器の破片の発見に基づいて古代の文化が存在すると仮説を立てることができます。彼または彼女はこの文化の様々な特徴についてのさらなる仮説を立てることもできるでしょう。それは他の発見からの継続的な指示または矛盾によって正しいものになるかもしれませんし、虚偽になるかもしれません。 ある仮説は検証された理論になるかもしれません。理論とは、様々な観測や現象についてのテストされ、立証された説明です。従って、私たちは科学のことを、真羅万象の本質を理解しようと試みる研究の分野として定義する方が良いかもしれません。自然科学、 私たちは自然科学の博物館で何を目にすることを期待しますかカエル植物恐竜の骨格脳がどのように機能するかについての展示プラネタリウム宝石と鉱物もしかしたら蒸気のすべて科学には天文学生物学 コンピュータサイエンス、地質学、論理学、物理学、科学、数学などの多様な分野が含まれます。図1.4しかしながら科学者たちは物理世界とその現象やプロセスに関連するこれらの科学の分野を自然科学と考えています。従って 自然科学の博物館には蒸気の項目のどれもが含まれている可能性があります。しかしながら自然科学に何が含まれているかを定義することについては完全な合意はありません。一部の専門家にとっては自然科学とは天文学、生物学、科学、地球科学、 物理学です。他の学者は自然科学を生命科学、生きているものを研究し生物学を含みます。と、物理科学、生命のない物質を研究し天文学、地質学、物理学、科学を含みます。とに分けることを選択します。生物物理学や 生物科学のようないくつかの学問分野は、生命科学と物理科学の両方を基礎とし、学際的です。またある人は、自然科学のことを、量的データの使用に依拠しているために、ハードサイエンスと呼びます。社会や人間の行動を研究する社会科学は、調査や発見を促進するために、 質的評価を利用する可能性が高いです。驚くべきことではありませんが、生物学の自然科学には多くの部門や専門分野があります。細胞生物学者は細胞の構造と機能を研究し、解剖学を研究する生物学者は生物全体の構造を調べます。また、 生理学を研究する生物学者は、生物の内部機能に焦点を当てています。生物学のいくつかの領域では、特定のタイプの生物だけに焦点を当てています。例えば、植物学者は植物を探索し、動物学者は動物を専門とします。科学的推論。 あらゆる形態の科学に共通する一つのことがあります。知るという最終的な目標です。好奇心と探求は科学の発展の原動力です。科学者たちは世界と世界が動作する方法を理解しようとしています。これを行うために彼らは機能的推論と演疫的推論という 二つの論理的思考の方法を使用します。機能的推論は一般的な結論に到達するために関連するいくつもの観察を使用する論理的思考の一形態です。このタイプの推論は記述的な科学では一般的です。生物学者などの生命科学者は観察を行い、 それらを記録します。これらのデータは定性的であることも定量的であることもあり、素描、図面、写真、またはビデオで生データを補うこともできます。多くの観察から科学者は、証拠に基づいて結論を推論、機能することができます。機能的推論には、 慎重な観察から推論された一般化を定式化することと大量のデータを分析することが含まれます脳の研究が一つの例を提供してくれますこのタイプの研究では科学者は人々が食べ物の画像を見るなど特定の活動に従事している際の多くの生きている脳を観察します科学者は この活動中に点灯する脳の部分のことを選択された刺激、この場合食べ物の画像への反応を制御する部分であると予測します。脳の活性領域は放射性の糖の誘導体を過剰吸収して様々な領域を点灯させます。科学者はスキャナを使用して放射線の増加を観察します。 それにより、研究者は脳のその部分を刺激して同様の反応が起こるかどうかを調べることができます。演劇的推論、または演劇は、仮説に基づいた科学で用いられる論理のタイプです。演劇的な推論では、思考のパターンは機能的推論と比べて反対方向に動きます。 演劇的な推論は一般的な原則または法則を使用して特定の結果を予測する論理的思考の一形態ですこれらの一般的な原則から科学者はその一般的な原則が有効である限り有効となるような具体的な結果を推定して予測することができます気候変動に関する研究が このタイプの推論を説明することができます。例えば、もし特定の地域で気候が暖かくなると、植物や動物の分布が変化すると科学者は予測するかもしれません。二つのタイプの論理的思考は、どちらも科学的研究の二つの主な経路、すなわち記述的科学と仮説に基づく科学に関連しています。 技術的または発見的な科学は通常は機能的であり観察探索発見を目指しています一方で仮説に基づく科学は通常は演疫的であり具体的な質問や問題とテストすることができるような潜在的な回答や解決策から始まります これら二つの形式の研究の境界線はしばしば曖昧であり、ほとんどの科学的努力は両方のアプローチを組み合わせています。観察がどれほど簡単に特定の質問につながるかを考えるときに、このぼやけた境界線のことがよくわかります。例えば、1940年代にある男性が彼の服や 飼い犬の毛についたオナモミの種には小さなフック構造があることを観察しました。より詳細な調査で、彼はオナモミの弾き口がジッパーよりも信頼性が高いことを発見しました。最後に彼は同様に作用する最高の素材を見つけるために実験を行い、今日、ベルクロとして一般に知られている、 フックとループ式のメンファスナーを制作しました記述的科学と仮説に基づく科学は継続的な対話の中に存在します科学的方法生物学者は生きている世界について質問をし科学に基づいた反応を求めることによってその世界を研究します 科学的方法として知られているこのアプローチは他の科学にも共通しています。この科学的方法は古代の時代でさえも使われていましたが、イングランドのサー・フランシス・ベーコン1561年から1626年が最初に文書化しました。図1.5 彼は科学的調査のための機能的方法を確立しました。科学的方法は生物学者だけが使用するものではありません。ほぼすべての研究分野の研究者が論理的で合理的な問題解決方法としてそれを適用することができます。科学的プロセスは通常は 質問につながる観察、しばしば解決すべき問題から始まります。ある観察から始まる単純な問題について考えて、その問題を解決するために科学的方法を適用してみましょう。月曜日の朝、ある学生が授業に出席して、すぐに教室があまりにも暑いことに気づきます。これは、 問題、教室がとても暑いを記述する観察でもあります。この学生は次に、なぜこの教室はこんなにも暑いのかという質問をします。仮説を提示する。仮説とは提案された説明であって、人がテストすることのできるものであるということを思い出してください。 問題を解決するために、人はいくつかの仮説を提案することができます。例えば、ある仮説は、誰もエアコンをつけていないから教室が暑いのだ、というものかもしれません。しかしながら、この質問には、他の回答がある可能性があります。したがって、ある人は別の仮説を提案するかもしれません。 第二の仮説は、停電のためにエアコンが機能していないから教室が暑いのだというものかもしれません。ひとたび仮説を選択すると、この学生は予測を行うことができます。予測は仮説と似ていますが、それは一般的には、もし何々ならば何々という形式を持っています。例えば、 最初の仮説からの予測は、もしこの学生がエアコンをつけるならば、教室があまりにも熱いことはなくなるだろう、となるでしょう。仮説をテストする。有効な仮説はテスト可能でなければなりません。それはまた、反証可能でもなければなりません。これは、 実験結果によってそれが誤りであることを証明することができることを意味します。重要なのは、科学は何かを証明するとは主張していないことです。なぜなら、科学的理解は常にさらなる情報によって変更の対象となるためです。このステップ、考え方を反証することへの解放性は、 科学と非科学と区別するものです。例えば超自然的な存在はテスト可能でもなければ反証可能でもありません。ある仮説をテストするためには研究者は一つかそれ以上の仮説を排除するように設計された一つかそれ以上の実験を行うことになります。それぞれの実験には 一つかそれ以上の変数と一つかそれ以上の統制群があります。変数は実験中に変化したり変更したりすることのできる実験の部分です。統制群には研究者が仮説を立てた操作が与えられないことを除いて実験群のすべての特徴が含まれています。従って もし実験群の結果が統制群とは異なる場合には、その差は何らかの外的要因ではなく、仮説化された操作によるものでなければなりません。以下の例で変数と統制群を見てみましょう。最初の仮説を検証するために、この学生はエアコンがついているかどうかを調べるでしょう。 もし、エアコンがつけられているが機能していないならば、何か別の理由があるはずであり、学生はこの仮説を拒絶するべきです。2番目の仮説を検証するために、この学生は教室の照明灯が機能しているかどうかを確認することができます。もし機能していれば、停電は起きておらず、学生はこの仮説を拒絶するべきです。 この学生は適切な実験をして、それぞれの仮説をテストするべきです。ある仮説を棄却しても、別の仮説を受け入れることができるかどうかは決まらないことに注意してください。それは単に、有効でない一つの仮説を排除するだけのことです。図1.6この学生は、科学的方法を用いて、 実証データと矛盾する仮説を拒否しますこの厚い教室の例は観察結果に基づいていますが他の仮説や実験ではより明確な制御が可能であるかもしれません例えばある学生が月曜日に授業に出席したところ講義に集中するのが難しいと気づいたとしましょう この出来事を説明する一つの観察は、私は授業の前に朝食を食べるとより集中することができるというものかもしれません。この学生はこの仮説をテストするために、統制群を使った実験をデザインすることができるでしょう。仮説に基づく科学では、研究者は、 一般的な前提からの特定の結果を予測します。私たちはこのタイプの推論を演繹的推論と呼びます。演繹的推論は一般的なものから特定のものへ進みます。しかしながらこのプロセスの逆もまた可能です。時には科学者はいくつかの特定の観察から 一般的な結論に達すすることがあります私たちはこのタイプの推論を機能的推論と呼びます。機能的推論は特定のものから一般的なものへと進みます。研究者は科学的知識を向上させるためにしばしば機能的・演繹的推論を併用します。図1.7 科学的方法はあまりにも硬直的構造的に見えるかもしれません科学者は大抵の場合この手順に従いますがそこには柔軟性もあることに留意しておくことが重要です時に実験はアプローチを変化させた方が良いという結論につながることがありますしばしば実験は全く新しい科学的な質問を 難問へとしてしまいます。多くの場合、科学は線形に動作しません。その代わりに、科学者は、彼らの研究を進めるにつれて、絶えず推論を引き出し、一般化して、パターンを見つけます。科学的推論は、科学的方法のみが示唆するよりも、複雑なものです。私たちは、 本質的に必ずしも科学的ではない問題を解決するために、科学的方法を適用することができることにも注意しておいてください。2つのタイプの科学基礎科学と応用化学科学界は、過去数十年間、様々なタイプの科学の価値について議論してきました。 単純にに知識を得るために科学を追求することは価値があるのでしょうかそれとも科学的知識は特定の問題を解決するためにあるいは私たちの生活を改善するためにそれを適用することができるときにのみ価値があるのでしょうかこの質問は基礎科学と応用科学という2つのタイプの科学の違いに焦点を当てています。 基礎科学あるいは純粋科学はその知識の短期的な応用にかかわらず知識を拡大しようとしています。それは即時の公的または商業的価値のある製品やサービスの開発に焦点を当てていません。基礎科学が最後まで実際的な応用に結実しないという意味ではありませんが基礎科学の直近の目標は 知識のための知識です。対照的に応用科学あるいは技術は科学を使って現実世界の問題を解決することを目指しており、例えば作物収量を改善したり、特定の病気の治療法を見つけたり、自然災害によって脅かされている動物を救ったりすることを可能にします。図1.8 応用科学では、問題は通常、研究者のために定義されます。一部の人々は、応用科学を役に立つ、基礎科学を役に立たないと認識しているかもしれません。これらの人々が知識の獲得を主張する科学者に対して提起する疑問とは、何のためにでしょう。しかしかながら、 科学の歴史を注意深く見てみれば基礎的な知識が大きな価値のある多くの素晴らしい応用をもたらしたことが明らかになります多くの科学者は研究者が応用を開発する前には科学の基本的な理解が必要でありそのため応用科学は研究者が基礎科学に通じて生み出した結果に依存していると考えています 他の科学者たちは実際の問題に対する解決策を見つけるために基礎科学から移り出す時だと考えています。どちらのアプローチも有効です。即刻の注意を必要とする問題があることは事実です。しかしながら科学者は基礎科学が生み出す幅広い知識の基盤の助けがなければ、ほとんど解決策を見出すことができないでしょう。 実際の問題を解決するために基礎科学と応用科学がどのように一緒に働くかの一例は DNA 構造の発見が DNA 複製を司る分子メカニズムの理解につながった後に起こりましたすべての人間に固有の DNA 差は私たちの細胞の中にありそこでそれらは生命に必要な指示を与えます DNA が複製する際にはそれは細胞分裂の直前に自身の新しいコピーを生成します。科学者は DNA 複製メカニズムを理解することによって現在研究者が遺伝病の童貞犯罪現場にいた個人の特定父親の決定に使用している研究室の技術を開発することができました。 基礎科学がなければ応用科学が存在する可能性は低いでしょう。基礎研究と応用研究との間のつながりの別の例はヒトゲノムプロジェクトです。これは研究者がヒト染色体のそれぞれを解析してマッピングし DNA サブユニットの正確な配列、 及び各遺伝子の正確な位置を決定する研究です遺伝子は遺伝の基本単位ですある個体の完全な遺伝子の集合が彼または彼女のゲノムです研究者は人間の染色体をよりよく理解するためにこのプロジェクトの一環として他のさほど複雑でない生物も研究しています ヒトゲノムプロジェクト図1.9は単純な生物とその後のヒトゲノムについての基礎研究に頼っていました。重要な最終目標は遺伝に関連する疾患の治療及び早期診断を目指すような最終的な応用研究のためにデータを使用することになりました。科学者は通常、 基礎科学と応用科学の両方で研究活動を慎重に計画していますがセレンディピティつまり幸運な偶然やラッキーな驚きによって発見がなされることもあることに注意してくださいスコットランド人の生物学者アレクサンダー・フレミングはブドウ球菌のペトリザラをたまたま空いたままにしていた時にペニシリンを発見しました 不必要なカビが皿状で増殖し、細菌を殺しました。細菌の死の背後にある理由を調べようというフレミングの好奇心と、その後の彼の実験によって、抗生物質のペニシリンが発見されました。ペニシリンは、カビのペニシリウムによって産生されます。高度に組織化された科学の世界でさえ、運は、 鋭い観察や好奇心と結びついて、予期しなかった突破口につながる可能性があります。科学的な仕事の報告。科学者は、科学研究が基礎科学か応用科学かにかかわらず、他の研究者が彼らの発見を拡大したり、その上に積み上げたりするために、その発見を共有しなければなりません。 他の科学者との共同作業、計画し、実施し、結果を分析するときは、科学研究にとってとても重要です。この理由から、科学者の仕事の重要な側面は、同業者とのコミュニケーションをとることと、結果を同業者に広めることです。科学者は、科学的な集会や会議で発表することで、 結果を共有することもできますが、このアプローチは、そこに出席した限られた少数の人にしか到達しません。その代わりに、大部分の科学者は、科学的な学術雑誌に掲載される査読・ピアレビュー済みの文章で、その結果を発表します。査読済みの文章とは、科学者の同僚、 または同業者がレビューする科学論文のことですこれらの同僚は科学者の仕事が出版に適しているかどうかを判断する資格のある個人多くの場合同一の研究分野の専門家です査読のプロセスは科学論文や助成金申請の研究がオリジナルで重要で論理的で 徹底的なものであることを確実にするのに役立ちます。研究資金の要請である助成金の申請も、査読の対象となります。科学者は、他の科学者が同様の状況下で、または結果を広げるために、異なる状況下で実験を再現することができるように、研究成果を発表します。実験結果は、 他のののの科学者の発見と一貫性のあるものでななければなりません。科学論文は創造的な文章とは非常に異なっています。実験を設計するには創造性が必要ですが、科学的な結果を発表することについては一定のガイドラインがあります。第一に、科学的な文章は短く簡潔で、 正確でななければなりません科学論文は完明である必要がありますが、同業者が実験を再現するのに十分なほど詳細である必要もあります。科学論文はいくつかの特定のセクション、導入、イントロダクション、材料と方法、マテリアルとメソッド、結果、リザルト、および議論、 ディスカッションで構成されていますこの構造は IMRAD 形式と呼ばれることがあります。また通常は社辞のセクションと参照文献セクションに加えて論文の冒頭に用紙簡潔な要約があります。論文のタイプとそれが掲載される学術誌に応じて追加のセクションがあるかもしれません。 例えば、一部のレビュー論文は概要を必要とします。導入は、その分野で知られていることについての簡単で幅広い背景情報から始めます。良い導入は、その研究の理由づけも与えます。それは、実施された仕事を正当化し、また論文の目的にも簡単に言及します。そこでは、 研究を推進することになった仮説または研究についての質問を研究者が提示します導入は他社の公表された科学的研究を参照ししたがって学術史のスタイルに従った引用情報を必要とします適切な引用なしに他人の仕事や考え方を使用することは標説となります 材料と方法のセクションには、研究者が使用する物質の完全かつ正確な記述お及び彼らがデータ収集に使用する方法と手法が含まれています。この説明は、他の研究者が実験を繰り返して、同様の結果を得るのに十分なほど徹底的であるべきですが、冗長である必要はありません。このセクションには、 研究者がどのように測定を行ったのかや彼らが生データを調べるために使用した計算や統計分析のタイプに関する情報も含まれるでしょう材料と方法のセクションは実験の正確な説明を与えますがそこではそれらについて議論はしませんいくつかの学術誌では 結果のセクションとそれに続く議論のセクションが必要ですが、両方を組み合わせるのが一般的です。もし学術史が両方のセクションを組み合わせることを認めていない場合、結果のセクションでは何らの解釈もすることなく、単に結果を説明します。研究者は表やグラフで結果を提示しますが、重複した情報は提示しません。 議論のセクションでは、研究者は結果を解釈し、変数がどのように関連しているかを記述し、観察を説明しようと試みます。以前に公表された科学研究の文脈の中に結果を置くためには、広範な文献の探索を行うことが不可欠です。したがって、研究者はこのセクションにも適切な引用情報を含めます。 最後に結論のセクションは実験結果の重要性を要約します。研究論文はほぼ確実に研究者が述べた一つかそれ以上の科学的な質問に答えますが良い研究ではより多くの疑問が生じるはずです。従ってうまく成し遂げられた科学論文はその研究者や他の者が 研究結果を継続し、拡大することを可能にします。レビュー論文は、オリジナルな科学的知見や一次文献を提示するものではないため、IMRAD 形式には従いません。その代わりにそれらは、一次文献として出版されたものの知見を要約してコメントし、典型的には、 広範な参照文献のセクションを含みます1.2生物学のテーマと概念この説が終わるまでにあなたは次のようなことができるようになります生命の性質を特定し記述する生物の組織化のレベルを記述する系統時を認識し解釈する 生物学における様々な回区分の例を挙げる。生物学は生命を学ぶ科学ですが、生命とは正確には何でしょうかこれは明確な返答を持つ愚かな質問のように聞こえるかもしれませんが、生命を定義することは必ずしも容易ではありません。例えば、 生命体の特徴のいくつかを示しているが、他のものは書いているウイルスを研究するウイルス学と呼ばれる生物学の部門があります。ウイルスは生きている生物を攻撃し、病気を引き起こし、繁殖することさえできますが、それらは生物学者が生命を定義するために使用する基準を満たしていません。その結果、 ウイルス学者は厳密に言えば、生物学者ではありません。同様に、一部の生物学者は、生命の誕生につながる早期の分子進化を研究しています。生命に先行する事象は、生物学的事象ではないので、これらの科学者も、言葉の厳密な意味では、生物学から除外されます。生物学は、 最初期の始まりから次の三つの質問に取り組んできました。何かを生きるようにさせる共通の特性とは何でしょうかひとたび私たちが何かが生きていることがわかれば、私たちはどのようにしてその構造の中にある意味のある組織化のレベルを見つけ出すでしょうか最後に、 生命の顕著な多様性に直面した時私たちがそれらをよりよく理解するためには私たちはどのようにすればさまざまな種類の生物を体系化できるでしょうか科学者が日々新しい生物を発見することに伴い生物学者はこれらの質問や他の質問への答えを求め続けています。 生命の性質全ての生物は、階層、感受性あるいは環境への反応、生殖、適応、成長と発達、調節性、向上性、エネルギー処理、進化といったいくつかの重要な特徴や機能を共有しています。これらの9つの特性は、 一緒に見ると生命を定義する役割を果たします階層生物は一つまたは複数の細胞からなる高度に組織化された強調構造です非常に単純な単細胞生物でさえも驚くほど複雑ですそれぞれの細胞の内側には分子がありそれは原子からなります 今度はそれらが細胞小器官及び他の細胞封入体を含みます。多細胞生物図1.10では同様の細胞が組織を形成します。次に組織は器官、別個の機能を有する身体構造を作り出すために強調します。 器官は器官系を形成するために一緒に働きます。感受性、または刺激に対する反応。生物は多様な刺激に反応します。例えば、植物は光の源に向かって曲がったり、フェンスを壁を伝って登ったり、接触に対して反応することができます。図。 1.11たとえ小さな細菌であっても化学物質に向かっていったり離れたりし相化性と呼ばれる過程あるいは光に向かって行ったり離れたりする相行性ことができます刺激に向かう動きは性の反応であり刺激から離れる動きは負の反応です 生殖単細胞生物は細胞が2つの新しい細胞を形成するために分裂する準備をするのと同じようにまずそれらの dna を複製し次にそれを均等に分割することによって繁殖します多細胞生物はしばしば特殊な生殖細胞系列配偶子卵母細胞 および精子細胞を産生します。受精、乱母細胞と精子細胞の融合の後、新しい個体が発生します。生殖が起こると、遺伝子を含む DNA がある生物の子孫に受け継がれます。これらの遺伝子は、子孫が同じ種に属し、 大きさや形などの類似の特性を有することを確実にします。成長と発達生物は、細胞の成長と発達を導くような特定の指示を与える遺伝子の結果として成長し、発達します。これにより、その種の子供、図1.12は確実に そのの親と同じ特徴の多くをすするように成長します調節性最も小さな生物でさえ複雑であり内部機能を調整し刺激に反応し環境ストレスに対処するために複数の調節機構を必要とします生物の中で調節される内部機能の2つの例は 栄養素輸送と血流です種々の器官一緒に働く組織のグループは体全体に酸素を運び廃棄物を取り除きすべての細胞に栄養を供給し体を冷やすなどの特定の機能を果たします。向上性細胞はは適切にに機能するためには 公的な温度、pH、および多様な化学物質の適切な濃度などの適切な条件を必要とします。しかしながら、これらの条件は、ある瞬間から次の瞬間で、どんどん変わっていきます。生物は、環境の変化にもかかわらず、恒常性、文字通りの意味では、定常状態を介して、 内部状態をほととんど常にに狭い範囲の中に維持すすることができます例えばある生物は体温調節プロセスを通じて体温を調節する必要があります。ホッキョクグマ図1.13などの寒冷気候に進む生物は低温に耐え体の熱を保存するのに役立つ身体構造を持っています。 このタイプの断熱を助ける構造には、毛皮、羽毛、脂身、脂肪があります。暑い気候では生物は過剰な耐熱を放出するのに役立つ方法、人間の発汗や犬の喘ぎなどを持っています。エネルギー処理、すべての生物は 代謝活動のためにエネルギー源を使います。いくつかの生物は太陽からのエネルギーを取り込み、食物中の化学エネルギーへと変換します。他の生物は食物として取り入れる分子の中の化学エネルギーを使用しています。図1.14生命の組織化のレベル 生物は高度に組織化されて構造化されており、私たちが小さなスケールから大きなスケールまで調べることができるような階層構造に従っています。原子は物質の最小で最も基本的な単位です。それは電子によって囲まれた核からなります。原子は分子を形成します。 分子は一つかそれ以上の化学結合によって一緒にまとまった少なくとも2つの原子からなる化学構造です。生物学的に重要な多くの分子は高分子であり、これは典型的には重合によって形成される大きな分子です。ポリマーとは、 高分子よりも単純なモノマーと呼ばれる小さな単位を組み合わせることによって作られる大きな分子です。高分子の例は、デオキシリボ核酸、DNA であり、図1.15。これには、すべての生物の構造と機能の指示が含まれています。いくつかの細胞では、 膜で囲まれた高分子の凝集体を含みます。私たちはこれらを細胞小器官と呼んでいます。細胞小器官は、細胞内に存在する小さな構造物です。細胞小器官の例には、ミトコンドリアおよび揚力体があり、それらは非常に重要な機能を果たします。ミトコンドリアは、 細胞に力を与えるようなエネルギーを作り出し、葉緑体は緑色植物が太陽光のエネルギーを利用して糖を作ることを可能にします。すべての生き物は細胞で作られています。細胞自体は生きている生物の構造と機能の最小の基本単位です。この要件が科学者がウイルスを生きているとみなさない理由です。 それらは細胞かららできていませんそれらが新しいウイルスを作るためには、生きている細胞の繁殖メカニズムに侵入して乗っ取らなければなりません。その時にだけウイルスは繁殖に必要な材料を得ることができます。いくつかの生物は単一の細胞からなり、他の生物は多細胞です。科学者は細胞を 原核細胞または真核細胞として分類します。原核生物は膜に包まれた核を持たない単細胞生物または軍隊の生物です。対照的に真核生物の細胞は膜によって包まれた細胞小器官と膜によって包まれた核を有します。より大きい生物では 細胞が組み合わされて組織を作り出します。組織とは同様のまたは関連する機能を実行する同様の細胞のグループです。器官とは共通の機能を果たして一緒にグループ化された組織の集合体です。器官は動物だけでなく植物にも存在します。器官系とは 機能的に関連する器官からなる組織化の上位レベルです。哺乳動物には多くの器官系があります。例えば、循環器系は血液を体内に通じて肺に運びます。それには心臓や血管などの器官が含まれます。生物は個々に生きている存在です。例えば、 森林の中のそれぞれの樹木は生物です。単細胞の原核生物および単細胞の真核生物もまた生物であり、それらのことを生物学者は典型的には微生物と呼んでいます。生物学者は特定の地域に住むある種のすべての個体のことを集合的に個体群と呼びます。例えば 森林には多くの松の木が含まれているかもしれませんそれらの松の木はこの森林の中の松の木の個体群を表しています異なる個体群が同じ特定の地域に住んでいるかもしれません例えば松の木のある森林にはケン植物、昆虫および微生物の個体群が含まれます 生物群群とは、特定のの地域に住む個体群の合計です例えば森の中のすべての樹木花昆虫およびその他の個体群が森林の生物群衆を形成します森林自体は生態系です生態系とは特定の地域のすべての生き物と 土壌や雨水中の窒素など、その環境の非生物的な、つまり生きていない部分とで構成されています。組織化の最も高いレベル、図1.16では、生物圏がすべての生態系の集合体であり、それは地球上の生命の領域を表しています。それには、土地、 水、さらにはある程度の大気ですら含まれます。生命の多様性。科学としての生物学がこのような広い範囲を持っているという事実は、地球上の生命の驚異的な多様性と関係があります。この多様性の源泉は、進化です。進化とは、全身的な変化のプロセスであり、 その間に新しい種が古い種から生じます。進化生物学者は、微視的な世界から生態系に至るまで、あらゆるものの中に含まれる生物の進化を研究しています。系統樹図1.17は、地球上の様々な生命体の進化を要約することができます。それは、遺伝的形質、 または物理的形質あるいはその両方の類似点と相違点に基づいて生物種の間の進化的関係を示す図です系統樹は結節点濃度と枝ブランチから構成されます内側の結節点は祖先を表し研究者が科学的証拠に基づいて 祖先が二つの新しい種を形成するために分岐したと信じている場合には、進化のポイントになります。それぞれの枝の長さは、分岐後の経過時間に比例します。進化へのつながり。カール・ウーズとケイトジュ。過去には生物学者は、生きている生物を、動物、植物、 菌類、原生生物、細菌の5つの解に分類していました。それらは現代的な系統分類学が使用している生理学、生化学、または分子生物学とは対照的に、種として物理的な特徴に基づく組織化についてのスキームに基づいていました。しかしながら、1970年代初めの アメリカの微生物学者カール・ウーズの先駆的研究は地球上の生命が3つの系統に沿って進化してきたことを示しています。それらは今では細菌、古細菌、深核生物という領域、ドメインと呼ばれています。最初の2つは 膜に囲まれた核および細胞小器官がない微生物を伴う原核細胞です。三つ目のドメインは真核生物を含み。多細胞微生物、原生生物と残りの三つの解。菌、植物および動物を含みます。ウーズは古細菌を新しいドメインと定義し。これにより。 新ししい分類学的な木が生まれまれた図1.17。古細菌ドメインに属する多くの生物は極限条件下で生息しており、高極限性生物と呼ばれています。ウーズは彼の木を構築するために、形態学、形状に基づく類似性ではなく、遺伝的関係を使用しました。 ウーズは普遍的に分布した比較遺伝子の配列から彼の木を構築しました。この遺伝子配列は全ての生物に存在し保存された。つまりこれらの遺伝子は進化を通じて本質的に変化しないままであることを意味します。ものです。ウーズのアプローチは革命的でした。なぜなら 物理的特徴を比較することは、その驚異的な生化学的多様性と遺伝的変動性にもかかわらず、見た目上はかなり類似している幻覚生物を区別するには不十分であるからです。図1.18相当な DNA 配列と RNA 配列を比較することは、ウーズに対して幻覚生物の広範な変動性を明らかにし、 原核生物を細菌と古細菌の二つのドメインに分離することを正当化するような精度の高い手法を与えました。生物学研究の様々な部門。生物学の範囲は幅広いので、多くの部門と解分野が含まれています。生物学者はこれらの解分野の一つを追求し、 より焦点を絞った分野で働くことになるでしょう。例えば、分子生物学及び生化学は、DNA、RNA、及びタンパク質などの分子間の相互作用、並びにそれらが調節される方法を含む分子レベル及び科学的なレベルでの生物学的プロセスを研究します。微生物学は、微生物の研究であり、 単細胞生物のの構造と機能の研究です微生物学はそれ自体でかなり広い部門であり、研究の主題に応じて、微生物生理学者、微生物生態学者、微生物遺伝学者などもいます。キャリアへのつながり、法医学者、法医学とは、 法律に関連する質問に答える科学の応用です。生物学者だけでなく、科学者や生化学者もまた法医学者になることができます。法医学者は裁判所で使用するための科学的証拠を提供しており、彼らの仕事には犯罪に関連する痕跡物質の調査が含まれます。おそらくは、 法医学の科学者が仕事をしているところを特色にした人気テレビ番組のために法医学への関心はここ数年で増加しています。また分子技術の開発と DNA データベースの確立は法医学者が行うことができる仕事の種類を拡大してきました。彼らの職業上の活動は主に殺人、 強姦、暴行などといった人に対する犯罪に関連しています。彼らの仕事には、毛髪、血液、その他の体液などのサンプルの分析や、様々な環境や物質の中で見つかる DNA の処理、図1.19が含まれます。法医学者はまた、 昆虫虫ののの幼虫や花粉流などの犯行現場に残った他の生物学的証拠も分析します。法医学でのキャリアを追求したい学生は科学および生物学コースだけでなくいくつかの集中的な数学コースを取らなければならないでしょう生物学研究のもう一つの分野である神経生物学は 神経系の生物学を研究しますそれは生物学の一つの部門ではありますが神経科学として知られる学際的な研究分野でもありますその学際的性質のためにこの界分野では分子、細胞、発達、医療およびコンピュータによるアプローチを用いてさまざまな神経系機能を研究します 生物学のまた別の部門である古生物学は生命の歴史を研究するために化石を使用しています。図1.20動物学と植物学はそれぞれ動物と植物の研究です。生物学者はまたほんのいくつかの領域を挙げるなら生物工学学者、生態学者、 または生理学者として特化することができます。これは生物学者が目指すことができる多くの分野のほんの小さなサンプルです。生物学は自然科学が始められてから今日に至るまでの成果の頂点に位置しています。刺激的なことに生物学は脳の活動の生物学、 特別に作り出された生物の遺伝子工学。地球上での最も初期の生物の段階を再現するために分子生物学の実験ツールを使う進化の生物学などのような新興の科学の発祥の地です。予防接種、新たに発見された種、スポーツドーピング、遺伝子組み換え食品の報道など、 ニュースの見出しをざっと眺めるだけで、私たちの日常の世界の中で、生物学が活発かつ重要である様子が実証されます。